はい、こんにちは。ギターフレレ講師の斉藤雅人と申します。今日はですね、ウクレレ音楽理論編その6ということで、スケールのエクササイズ紹介をさせていただきたいと思います。スケールといえばその1ですね。ご紹介したメジャースケールというドレインファスラッシュとの音の配置ですよね。このドレインファスラッシュとのウクレレの音の配置、その形のまま横にずらすだけでキー D、キー E、キー F といった風に同じ指使いで横に単純にそのままスライドしていくだけでいろんなキーが弾けますよというのをご説明したと思います。そしてその中でこのスケールというものは全ての曲の骨格、基本になっているものなので、このスケールをですね、いろんなポジションで練習するということは全ての曲を練習しているに等しいという結論になります。多少ストイックにはなるんですけども、指を動かすという点において、ウクレレに馴染ませていくという点において、これ以上ないと言ってもいいくらいの最強練習エクササイズの一つだと思います。スケールエクササイズをすることによって全ての曲の練習につながるって結構すごいと思うんですけどね。単純にもうすごく動くようになって鍛えられていくので、コードチェンジ、メロディーとメロディーの練習なんですけども、コードチェンジもめっちゃ速くなる、どんどんね速くなっていくと思いますから、すごくおすすめです。ただめっちゃ地味っていうのはねありますし、なんか弾いてるとなんかだんだん眠たくなってくるなっていうのはあると思うんですけども、ぜひね常にこうどんな地味な練習も音楽的にこれは音楽の一部なんだという風なイメージで、練習してみてください。でメジャースケール以前はね、この指の形だけでしたけども、実はドレインファソラシドって、まあ至るところに、指板のね至るところにあります。それがこちらです。ドン、めっちゃいっぱいありますよね。こんなにいっぱい網羅されてるのってちょっと覚えきれないぞって思われるかもしれませんし、実際まあちょっと覚えるのは難しいんですけども、ちなみにウクレレって12フレットでちょうど1オクターブなんですよ。だから開放弦、まあ1フレットからですね、1フレットから12フレットまでを覚えてしまえば、あとはそれの12フレットから先はここにちっちゃいウクレレがあると思っていただいて、で12フレットがこの開放弦だとして、ここか、単純にその形をこう上に上げていけば1オクターブ上になります。なのでここ開放弦1フレットからここから12フレットまでを覚えればまあ OK ということになります。でいきなりこの図を全部はい覚えろって言っても絶対無理だと思うんで、僕は無理です。なので便宜上5つのパターン、5つのポジションに分けました。これは4フレットもしくは5フレット以内に配置してあるこのポジションなんですけども、これを5つ、1、2、3、4、5と大体5箇所で覚えていける、その5箇所で覚えたパターンをだんだんこうつなげていく感じですね。横につなげていけば指板全体覚えられていく、なんとなく音の配置がつかめるようになってくるという、ね、形になります。これはですね、後々コードを覚えるためにも非常に重要になってくるんで、ぜひ5つのパターン、タブの数字とかではなくて図形として覚えていけるといいと思いますし、覚えやすいように図形にまとめた、PDF ですね、無料で下の概要欄から Google ドライブでダウンロードできると思うので、ぜひご利用ください。ちょっと手書きですいません、汚いんですけども、ご参考になれば幸いです。では C メジャースケール、まずパターン1ですね。まずこの 1,2,3,4 フレットまでの指使いでできるポジションということになります。これは開放弦も含んでありますけども、ここですね、ここまあ実際弾かないけど、ここの開放弦1、0フレットっていう扱い で1フレット2フレット3、4フレット、だいたい4フレットから5フレット各パターン、その中で収められているように作ってあります。なるべく端っこのフレットは人差し指で、使っていきますね。次の2フレットあたりは中指、3フレットは薬指で、4フレットは小指というふうに、この4本の指をまんべんなく使ってください。指1本でこうやって引き切るみたいな、いうふうにはしないようにしてください。必ず指全部を使い分けて、フレットに対して指を担当させて、その上で引いていくっていうイメージでね、やっていけるといいと思います。やっぱまんべんなく指が強化されるからね、いい練習になると思うんで、最初テンポは60もしくは50、ゆっ
くりできるところからやってみてください。まず覚えるところからだと思うんですけども、覚えないとね、多分テンポに合わせて弾けないと思うんで、やっていきたいと思います。で、メジャースケールパターン1、こんな感じになりますね。じゃあちょっとテンポ50からいきます。2、3、4、1。老人の方両方とも使える楽譜にしてありますので、ぜひご利用ください。はい、そしたら次パターン2に行きます。ちょっとね、全体的にずれてますね。音域が少し上に上がってます。やってみましょう。1、2、3、4。はい、こんな感じになります。じゃあ次パターン3いきます。3フレットと4フレットは人差し指担当で、5フレット中指、薬指は使いませんけども、6フレット担当で、7フレットが小指です。やってみましょう。図形としてね、やっぱり覚えていけるといいと思います。タブの数字でね、最初は覚えてもいいかもしれませんが、それがやっぱりこっち側に反映されてね、こっち側で弾くところがこうなんとなくこう次の音が見えてくるようになるとね、いいと思います。あと度数で覚えるっていうのも大事ですね。ドは1度、レは2度、ミは3度っていう感じで度数で覚えてみてください。ドレインファソラシドってこれから言うときは 1,2,3,4,5,6,7 って言ってみる感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,88,7,6,5,4,3,2,1 度っていう感じで、度数でもちょっとこう覚えていけると、やっぱこれね、後々コードに関してすごく便利になってきます。ここを覚えておくと、ほぼ全てのコードを自分で作れるというところにね、つながっていくんですね。すごいです。では次パターン4いきます。1,2,3,4。では最後パターン5です。パターン5になってくるとポジションが上の方になってくるので、親指をですね、若干こう横向きにしていかないと指がですね、まっすぐ、小指とかが特にですね、まっすぐならないですね。こういう風になっちゃうんで、ちょっときつくなっちゃうんですね。ちょっと親指横向きにしてもらう、もしくはもうここですね、ここの部分がもうボディにこうペタッとくっついてしまって、ここに当てちゃうんですね。そうすると指まっすぐになります。フレットに対してまっすぐ、はい、小指も使っていくんでね、やっぱ親指ちょっと下の方に持ってくると、どのポジションも押さえやすくなってくると思います。ではパターン5です。
はい、という5つの、メジャースケールのパターンでした。これがね、ここに来たり、ここ、あっちに来たり、こっちに来たりってですね、メジャースケール、こう、5つにこう、分割した感じです。なんとなーくでいいので、場所を覚えていけると、うん、いいと思いますし、まあ、ただ単純に指のね、エクササイズとしてもすごくいいと思うので、まあ、結構覚えるの大変なんで、もう、本当にゆっくりゆっくり、そういえばここら辺になんかあった気がするとかからでいいので、いきなり丸覚え、完璧に覚えるのは結構難しいと思うので、無理なさらずに。やってみてください。はい、そしたら今縦方向に区切ったメジャースケールを弾きましたけども、今度は横ですね、横に各弦のメジャースケールの音の配置やっていこうというわけです。これでちょっと横にこうつながりやすく架け橋みたいな感じになってきますね。ポジション同士が重なってくると思います。はい、これに関してはですね、もう指って結構自由になってくると思います。もう本当指一本でも、はい、行ってもいいし、なんか途中で指変えてもいいしっていう感じで、そこまで指使いはですね、気にせずに、とりあえず音の場所、雰囲気掴んでもらえればいいかなと思います。自分でこう口ずさみながら、ソーラシドレミファソー、あと度数でこう考えたりとかしながらやってみるといいと思います。では行きましょう。4弦のみのパターンです。1、2、3、4、はい、こんな感じ。はい、次3弦です。やってみましょう。こんな感じです。では次2弦からいきます。こんな感じです。では最後1弦やっていきます。という感じになります。はい、メジャースケール今縦方向に5つ、そして横方向にね、弦4本ですから4つやりました。どうでしょうか。もう結構アップアップかもしれませんが、これですね、さらにメジャースケールの練習方法としてすごくいいのがですね、シーケンス進行というものがあります。規則正しく、進んでいく、音程がね進んでいくっていうのをシーケンスとか言ったりするんですけども、例えば今は3度進行になります。ド弾いたら次レを抜かしてミで、次はレからミを抜かしてファっていう風に、ドミレファミソファラっていう感じで1音飛ばしでこうどんどん進んでいって、1音飛ばして下がってくるシーケンス練習です。これ非常にメロディーとすごく密接な関わりになってるので、しかも
メジャースケールのこのね形配置をうっすら覚えとかないと3度上1音上の音をですねなかなか弾けないと思いますし、それによってちょっと弾きにくいところとか、指の使い方がね、いろんなバリエーションになってきて指もさらに鍛えられます。しかも3度音程って結構ハモリとかでもね使われたりするので、これやっておくとなんか歌のボーカルトレーニングみたいな感じにもなりますよね。ハモリパートでを歌う時とかにひょっとしたら便利かもしれないです。範囲が広がってきますけども、1フレット2フレット3、4で5フレットも出てきますけども、これはねやっぱり5フレット小指を使っていきたいと思います。4フレットと5フレットは小指で、まあ、1、2、3フレットは人差し指、中指、薬指で、あとは開放弦ですね。やってみましょうか。シーケンスです。ピアノの練習なイメージな感じなんですけども、ピアノよりはるかに多分ねちょっと難しいかなと思います。じゃあ次は、パターン2のサンドシーケンスです。こんな感じになります。ここでですねジョイントという技が出てきます。特にいきなり小指界で難しいかもしれませんが、メロディーを弾くときにすごく大事な、テクニックになります。ジョイントと言います。例えば1弦を弾いた後、1弦1フレットですね、2弦1フレット弾きたいとき、そのまま弾いてしまうと人差し指でねこうベタッと押さえて、じゃあ2本押さえればいいやと思って弾いてしまうと音重なっちゃうんですよね。これはメロディーじゃなくてアルペジオの方になってしまうので、どうしてもこう止めないといけないんですね。まあ1弦から2弦だったら最後ね親指をこう2弦の弾いたとこう1弦で止めれば勝手に止まるんですけども、今度は2弦から1弦行った時、これは親指でねこうまた戻って止めるのって大変なので、ちょっと合理的ではないので、人差し指を1弦と2弦ベタってこう制覇したように見せてしてもらって、指先にちょっと力入れて1弦をちょっと浮かしとくんです。最初そうすると1弦ならないですね。こうねちょっとこうベタってしてるのをこういうふうに開けてもらって、で1弦こう離しちゃうと開放弦になっちゃいますから、ちょっとふわっと触れとく。そうすると2弦鳴って1弦鳴らないって感じになります。でこう1弦を弾くときどうするかというと、こう関節をぐにゃっと曲げてですね、指の腹で今度は1弦を押さえて、で指の先っちょ部分はこのようにちょっとこう浮かして2弦の音を止めます。ただしこう離してしまうと開放弦が鳴っちゃいますから、
こう第一関節グネグネで、これジョイントっていうんです。今一本ずつこう普通にね、このビタッて押さえたままだと2本とも全部なっちゃってアルペジオになるんですけども、ソロウクレレの時とかだったらいいんですけども、メロディー弾き単音弾きの場合は音がやっぱ濁ってしまってるようにも聞こえる時があるので、やっぱこう2弦だけ鳴らして、で1弦だけ鳴らした時は指の腹 でかつ上の方の弦は少し浮かせて、こうやって全部ビッてやっちゃうとこう開放弦になっちゃいますから、少しこうこうねグネグネって、こうちょっとこの手首のこの位置でこういうふうに人差し指の先っちょに角度を作って、2弦になってる1弦になってる2弦になってる1弦になってしてみてください。押さえ直しちゃうとちょっと開放弦が鳴ったりとか余計な雑音がしたり、そしてスタッカート気味になってしまう、こうね離した瞬間音止まっちゃいますから、スタッカート気味になっちゃう。なるべく音を伸ばし続けながら、テヌートって言ってね、次の音までギリギリまで伸ばすときにテヌートって言うんですけども、それで同じフレット内の違う弦に行きたいときはやっぱりこのジョイントという技を使っていくといいと思います。ちょっと慣れが必要で難しいんですよ。でこれ人差し指がやりやすいと思うんですけど、中指でも薬指でも小指でもというふうに全部の指でできるとやっぱりいいですね。ですね、まあ、このジョイントというテクニック要所要所で結構細かいんですけど大切になってくるのかなとは思いますが、なんか難しすぎるのであえて無視するっていう方法もあるので、ここはですねちょっと今回はメジャースケールの練習に合わせてこのジョイントというテクニックあるので、まあちょっとそちらねご参考になさってみてください。そういうことも起こりうるんだということです。はい、ではそしたら次メジャースケールのパターン3やっていきましょうか。1、2、3、こんな感じになります。中指と小指でジョイントが出てきますね。これですね。こういうちょっとね、あの指先の使い方、第一関節が先ですね、手首でねこう上げて下げてでもいいですし、これじゃぜひちょっとずつ工夫してみてください。はい、では今度パターン4のサンドシーケンスいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
はい、こんな感じです。はい、ではじゃあ最後メジャースケールパターン5の感じになります。もちろんですね、この3度シーケンスで今やりましたけど、4度シーケンス、5度シーケンスっていう風にドを弾いたら次ファで、レを見たら次ソでっていう風に4度シーケンスという風にですね、この4度シーケンスでやってみたりとか、もしくは今 C メジャースケールで今ねやったんですけども、なんと D メジャースケールで全部やってみるとか、E メジャースケールで全部やってみるとか、これですね、一生多分尽きないと思います。このスケール練習もう目がくらみますよね。っていうかもう多分開始3分ぐらいで結構目がくらみ始めた方多いと思うんですけども、よくここまで最後までご覧になってくださいました。ありがとうございます。ここまで最後までねご覧になってくださる方多分数パーセントだと思うんですけども、一応ねこの YouTube 動画って視聴一律っていうので、こうな最後まで見てる人何パーセントいるかっていうのが分かるんですけども数パーセントなんじゃないかなと思いますけども、ここまでついてきてくださった皆さんありがとうございます。これはですねもう本当に時々思い出して、見てください。もしねこのウクレレで本当になんかもっといろんなことを弾きたい、ジャズでアドリブを弾きたいんだ、もっと音楽的に自由になりたいっていう方にすごくおすすめです。音楽理論ってですね、やっぱそもそも自由になるためにあるんですよね。規則とかルールをずっと学ぶので、なんかがんじがらめになっちゃうようなイメージだと思うんですけども、ルールを知ることによってあえてそれを破ることができるようになる、つまり自由になれるんです。なので自由を知るためにこの音楽理論があると思っていただいて、より自由なやっぱジャンルってね、ジャズとかフュージョンとか、もしくは作曲、いろんなことに役立ってくると思います。ウクレレでここまでですね専門学校的な、難しいことをやるチャンネルってなかなかないと思いますし、むしろ敬遠されてしまうのかなとも不安になったりするんですけども、勉強熱心な方、ウクレレで本当にもっとしっかり勉強したいんだっていう方、今回はちょっとフォーカス当ててみました。次回ですね、まあ、このメジャースケールの5パターンを知って、次コードを学んでいきます。一つのコードというのはですね、だいたい5パターンずつあるんですよ。例えば C のコードだったら、ここ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 というふうに、だいたいたくさんのコードありますけれども5種類あるんですね。まあ、それを踏まえてコードを作ってみようっていう話になるんですけども、実はその覚え方っていうのは5個コードってたくさんコードありますけど、5種類の形覚えちゃえばあとは自分で作っていける結論に達していきます。このウクレレ音楽理論、そこにまあ達していくわけですね。ぜひね次回ご覧になっていただければと思います。ちょっと今日はね練習フレーズ、実践的なスケール練習になりましたけども、楽しんでいただければ幸いです。では今日はここまでにしましょう。オンラインレッスンもやってます。カフェトークというところでやってますので、ぜひもっと専門的なことを知りたい、ウクレレプロになりたい、でそこまでいかないけどちょっと本当に知りたい、どんどん知りたいって方は、よろしければカフェトークでオンラインレッスンやリアルレッスンねお申し込みいただければと思います。このチャンネルいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録やいいねボタンを押していただけると非常に励みになります。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ、頑張ってね。